こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。今は奥さんの故郷に来ていて、近くをいろいろと探索しているところ。この村にも商店があるとのことなので、せっかくだから立ち寄ることにしたんだけど、見渡しても商店っぽいところがないんだよね。这是小店儿啊，这是家里的一小店。確かに外から見ただけでは商店があるとは思えない。村の人たちだけが知る商店だね。とても興味深い。哎呦小弟好，都好久没见了。数十年ぶりの再会なんだろうね。商品の数は少ないけど、僕は好きな雰囲気。没有卖鞭炮的，你想卖鞭炮没有？哪有？没有，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 我没有，我不进那些玩意儿。僕が中国工場に駐在していた時も、工場の近くに小さい商店があった。何の娯楽もないから、夕食後の散歩が唯一の楽しみだった。そして何か特別欲しいものがあるわけじゃないのに、いつも商店に立ち寄った。コーラを買ったり、爪切りを買ったり、裸電球一つしかないその雰囲気が大好きだった。これは蚊。これは蚊。我五十，昨天二哥在家老说，我都五十了。你今年五十？你过年年五十，媳妇她现在就五十。你多大了？靠哪！你今年多少？八十。七十。啊。嗯。你这孩子还这么精神，一点也不得。哎呦喂！我身体好吗？你真不行，八十岁了，差几斤菜哟。季節はいてつく冬なのに、いちごを栽培しているところがあるということなので行くことに。どうやらお姉さんと同級生の人がやっているということみたい。それにしても空が広い。なんだかここに来るといつも地球を感じ、自分が地球で生きていることを再確認する。哎呀，这好着这里边呀！哎呀，弄真像样儿。这价格够吧？凑合够吧？怎么样啊，大嫂？挣钱吗？这个这个？哎呀，这是。我觉得面饼可好卖了。啊，面饼。这不能要不能坏，一点不敢干。これはミツバチの巣箱。
花粉光廃用として役立ってくれているんだね。这是我老爸有的，对对，这大的，我这逮的，我逮的棚啊，他给你把那，嗯，给你，你拿，你逮给你爸爸拍，你就给你拍一下，你真大。可是活，那食儿活的味儿挺好呀。是啊。嗯，你选。我买哈，你别动哈。哎，我你不知道，我告诉我买，我给你买妥了。哎，看到时候拿回去和大姑他们一块儿的。你咋这儿？试试。妈呀，它多好啊！哎，咱原地就出现。那真的，咱别搁这眼瞎砸呢，好不好？走。给它掰掰掰。干活。你妈的，这干两天，两天是干。今年干的少。哎呀，今年下来是早，我操，没是不是？比往常年我就多。啊。就是，你看我今年总是下来早。嗯。再早。对。这今年温度也行，今年冬天没雪。像往常年那么冷太那个啊，够不够？你学雪花，这壮子啊，干呢？那个，干给我抢了干啥？你这要崩了。那个哥，你再给我弄小盆盆香，再摘一下，好不好？小的啊，啊，还是这么大的？你就这么大，这么大几斤？就能装五斤嘛。哎，这个就是坏了。すごく立派な大きなイチゴたち。春節に向けて家を着飾っていく。息子は番犬にロックオンされちゃった。うわ、にまえ。海苔は小麦粉と水を加熱して作るんだって。みんな春節でウキウキしている感じがする。子供の頃から本当に特別な行事だったのだろう。大人になってからお正月に何の感情も抱かなくなった僕とはまるで違う。
残念ながら今回僕らは年越しを田舎で迎えることはできなかった。きっとこんな静かな田舎町でさえ年越しは花火や爆竹の音で賑やかなことだろう。家族が集まり笑顔がはじける。時代とともにいろいろな習慣が朽ちてゆく。その中で中国の人が守り続けていきたい旧正月、この枯れ果てた大地のように全てを尽くし、またゼロから家族一丸となって次の一年を生き抜く。